でしょうかね。小さな音量の時にはまあとにかくいろいろ実験がうまくいきませんが、小さな音量の時には反応しにくいというのはこのミディアムの、ボイス、スピーチジェスチャーですね。ではこのね、ミディアムはオフにします。今度はスピーチジェスチャーのハイ、はい、これを有効にしますよ。はい、こうすると、通常の音量だと、通常の音量これぐらいかな、ほとんど反応しなくなるんですが、これをね、かなり段位音量になるともう、ね、赤く、アンテナが触れるぐらいまで大きくすると、これぐらいで、これぐらいやっと、スピーチジェスチャーのハイが反応するぐらいですね。今録音の、マイクの方、音量はね大して変わってないかもしれませんが、セカンドライフの方に接続している、ボイスチャット用の、ね、マイクにはかなりね大音量で入力しているので、それでやっとスピーチジェスチャーのねハイのレベルが反応すると、ね、小さめだとほとんど反応しません。でさらにここにね、ミディアムだとほとんど反応しちゃうのであれなんですが、ローを組み合わせます。ローを組み合わせますね、アクティブにします。そうすると、小さな音量の時にはこんなふうにね普通に顔を振る程度なんですが、ちょっと興奮してきて、何なんだよどうしたんだよと、こうやってね、ちょっと興奮してくるとスピーチジェスチャーズの、ハイレベルの方をハイの方がね反応して、多彩なこうスピーチジェスチャーズになってくると、そういうことです。さらにミディアムの方も加えると、もうこれはもうほとんどの反応してしまうので、ローがあってもなくても一緒みたいな感じになっちゃうんですが、これでもう常に動き続けるくねくねと、もう喋ってる間は常に動き続けるちょいと鬱陶しいアバターになってしまいますね。でも、なんかね公園かなんかで、どっかに立ってね一人でこう喋り続けるような時なんかには、これスピーチジェスチャーすべてこう有効にして、アバターのね体全体で、こう表現しつつ、喋ってることをねアピールしつつ、トークすると非常にね効果的な、トークというかスピーチができるんじゃないでしょうか。これなかなか面白いでしょ。でも私のようにね占いする程度の場合はね、どっちかっていうとこのねスピーチジェスチャーズ、いろいろめんどくさいので全部とりあえずアクティブにして、ローぐらいをアクティブにしておけば十分なんじゃないかね。これでも十分ね、人間味のある、おしゃべりができるようになると思うので、これからちょっとこのローを有効にした状態でしばらくねスピーチジェスチャーでおしゃべりしていきたいと思います。このじゃあスピーチジェスチャーを有効にした状態でじゃあリップシンクを無効にするとどうなるんでしょう。はい、リップシンク無効にしました。リップシンク無効にしたままでおしゃべりしてるんですが、なんとなく口をつぶったまま話し、こうねうなずいてるだけなので。喋ってるというよりは相槌を打ってる程度、相手の話、聞いてますよというアピールになるかもしれないけれども、喋っているというアピールには全然ならないですね。なんか喋ってる感じはしませんね。私がこれどうも気持ち悪い、私これちょっとねこういうのはちょっと気持ち悪くて良くない、精神衛生上非常に良くないので、やっぱり喋ってる時には唇動かしましょう。唇を動かすと本当すっきりするね。私これが大好きです。はい。アバターたまにはスマイルしたりとかね、こう表情も出しつつ、この表情で話してるってのもあれなんでね、ジェスチャーをこう加えて、少しでも人間味のあるコミュニケーションを取りましょうと、そういうことです。スピーチジェスチャーズとかね、リップシンクなんかは、もう一度設定してしまえば、
自分でね操作する必要はありません。パソコンの画面をねいろいろキーを押したりとか、ジェスチャーのね、まあ、トリガーをね入力したりとか、ファンクションキーを押したりとか、そういういろいろね、複雑な操作は一切必要ないので、これはぜひとも活用していただきたいですね、セカンドライフやってる皆さんには。というわけで、今日の実験ここまでということにしておきます。じゃあまた。